西武線で、旧2000系最後の8両編成車両が臨時列車として運転されました。西武鉄道は、今日22日、旧2000系最後の8両編成である、2007編成に乗車するツアーを開催しました。西武2000系は、西武鉄道初の両開き4ドア通勤車として、1977年に登場した旧2000系、1988年以降に登場したモデルチェンジ車の新2000系に分かれています。全面貫通型の特徴を生かして、編成両数は、2両、4両、6両、8両と多彩ですが、2022年1月現在、旧2000系に残る8両編成は2007編成のみとなっています。今日22日に実施されたツアーでは、西武新宿駅を9時30分頃に出発し、南入曽車両基地などを経由し、16時頃、池袋駅に到着しました。これで、1月22日の KAB ニュースを終わります。